こんにちは、太極拳インストラクターの竹内健二です。今回の動画は太極拳の奥義、太極カンフー戦をお届けいたします。ぜひご覧ください。ゾロマーグンファーマーブーリャンシャンの説明をいたします。東方向にヤオズーファンシェンファンシェンツァンシャンを行った後、奥義を後ろから上へと回していきます。扇の先端、シャンデーンを斜め下に向けましょう。左指先は後ろに向け、ファンチャンを行います。扇の先端を右の足の方に突き抜く動きを行っていきます。ゴムになって手を前後に開いた後、右の手を外旋させながら扇を開いていきます。およそ扇は西南西方向に向けましょう。ヤオズファンシェンからゾーマーグンファー、扇を後ろから上へと回していきます。シャンデーを斜め下に向けましょう。左指先は後ろに突き刺すような形にします。扇の先端を右の足の方に突き抜く動きを行います。だいたい手を前後に開いた後は扇を開きつつマーブーになります。左手のひらは上方に向けます。扇はだいたいお腹の高さ、肘と膝はおおよそ上下になります。ヤオズファンシェンからゾーマーグンファヤオズファンシェンからゾーマーグンファ扇を後ろから上へと回していきます。扇の先端を斜め下に向けましょう。左指先は後ろに向けます。扇の先端を右の足の方に突き刺し突き抜く動きに変えていきます。右の足に重心を変えて手をだいたい前後に開いた後マーブになっていきましょう。その際に扇を開きます。今回も最後まで動画をご覧くださり誠にありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録をお願いします。それではまたお会いしましょう。